やろうと思ってたこと忘れちゃった。ごめん、また今度、また次にするね。ちょっとね、今日の配信やりたいことあったんだよね。まあ、大したことないから、まあ気にしないでください。うん、そう、ヒルナンデス見たかった、見れなかった。うん、ゆいゆいさんね、そう、すごいよね。何する、あのやろうと思ってたものをあの忘れちゃったので、今日はできません、今日はできません、今日はできないんだけど、あのね、なんかお菓子の箱があって、でなんかそのお菓子の箱でね、作りたいものがあったんだけど、そうなんだよね、うん。女子の子で作りたいものがあって、え、違う、お菓子作りじゃなくて、なんかね、あ、もう言ってしまえばなんかね、チョコパイの箱にね、なんかね、うーん、あ、そう、なんかいろんな種類があるんやけど、もうなんか車が作れるとか、なんかそういうの、工作みたいなやつ、それをやりたかったんやけど、うんうん、そういうこと。楽しそうでしょ、そうでしょ、なんかやりたいなって思ったけどね、忘れちゃった、さっきまで覚えてたのに。うん、エクボちゃんってヤッホー、ヤッホー、うん、うん、そう、チョコパイの箱でずっと作りたくて、でもあの作らずに待ってたんです。あのショールームで作ろうと思って、作れるかわかんないけど多分ハサミとあれ、あの箱があれば多分作れるっぽいから作ろうかなって思ってたけど、簡単に作れるかな、どうなんだろう、簡単に作れたらいいんだけど、昨日バッチコを見てたけどめっちゃやばかった。どうやばかったの？見たい。うん。は。そう、絶対楽しいと思う。まあ私どちらかというと工作苦手やけど、なんかね、めちゃめちゃね、そのね、チョコパイの箱に書いてある車の絵がすごく可愛くて、なんかそう、めっちゃ可愛くてね、なんかでも私が欲しいやつがなんだっけな、なんかね、いくつかね種類があった箱には、多分パターンがあって、私が欲しかったやつがなんかじゃなかったんやけど、見らずに買っちゃって、そう、くるくる？くるくる？くるくるって何？今電波悪いの？何買ってきたの？何買ってきたの？あ、ああ、そういうことか。あのね、チョコパイの箱で工作をしようと思ったの。あの、なんかよくあるじゃん、なんかさ、お菓子のさ箱
で、なんか作れる、これ作れるよみたいな、リサイクルみたいな、そうやりたいと思ったけど、普通に配信始まる前まで覚えてたのに忘れちゃったから今日はできないよっていう話。くるくるって言われたらもう私はあれが思い浮かんじゃるな。イーガールズさんのくるくる、カタカナだけどそっちは、そうそうあるよ。最近のお菓子すごいよ。なんかお菓子だいたいなんか箱に、なんか箱だったらなんかだいたい何を作れるよみたいな、車作れるよとかある。なんかね、いろいろある。チョコパイ結構そういうの多いんじゃないかな、わかんないけど、そういうイメージ。みんなそういうのやったりする？あ、バッチコーイでゆいゆいさんが純情相談水の衣装着てたのすごい、絶対可愛いじゃん。いいね。シュワシュワ相談水、あなたがいつも飲んでた。そう、なんか箱で作れるみたいな、でも切り取ったりしてそういうやつ。やばい、わーやばい、今日はこの時間に眠くなってしまった。昨日ね1時半ぐらいに寝て、今何時に起きたっけ、でも8時間ぐらい寝た。サラマンが何かを作るっていう配信目、そうでしょ、だからそうやりてみたいと思ったんやけど普通に忘れてきたよね。昨日は早かった。寝るの早くないのかな。すごい、みんな衣装着てたんだ、すごい。あ、え、早いでしょ、昨日はなんか1時間早く眠った。そう、私今ねあれが欲しいんですよ、高橋みなみさんのそこそこご飯のレシピ本欲しくって、欲しいですね。なんだっけ、アマゾンとかセブンネットとかで売ってるんだっけ、普通に本屋さんにないのかな、欲しいですね。ハロー、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 初見さん嬉しい。ピュアさんこんばんは、あ、こんにちは、宮崎県代表のゆみさんです。ぜひぜひショールーム、ツイッターとフォローしてください。コンサートの宣伝でも欲しくなったし、もうなんか普通の、そうね、コンサートの宣伝で確かに一番欲しくなったかも。もうね欲しいです、絶対美味しいじゃん。しかもなんか簡単に作れるんでしょ、ね、いいな。なんか料理が上手になりたいからね。Hello, I'm from Indonesia. お、カノルカノムセスラノクチュコルミスラノテレモカシー。
久しぶりに喋った。 You are beautiful って、嬉しい嬉しい、 I'm happy 嬉しい、 Thank you。 買ってよかったら教えて。あ、そうですね、いやいや、買ってよかったら教えてっていう前に絶対いいと思います。欲しい、うん。みんなさ、どうやって料理上手になってるの？みんな料理したりする？みんな料理する？普段あんません？でも一人暮らしとかだとするのかな。前リュウジって有名な人のレシピ本図書館で借りたぐらい、借りたい、借りたら毎日いまいちやった。いまいちか、そっか。まあいろんな方が出されてますからね、うん。まあ、自分に合う合わんあるよねやっぱ、うん。そっか、難しかったのかな作り方とか、うん。みんな何かおすすめのさ、なんかある？私は今高橋みなみさんのが欲しいんですけど。うん、簡単すぎた味がいちいちや、いまいちでしょ、いまいちでしょ、いまいちやってん。なるほどね、そっかー。でもさ、めっちゃ簡単にできるってことやろ。それさ、あの味をさ自分で変えたらダメなの？味を自分のいいようになんか付け足したり逆に減らしたり、調味料変えるとか、それでもダメ？借り、図書館で借りてんのかなら別にいいか。なんか買った本ならね、もうなんか自分で分量変えてみたいなやりたいけど、うん。ちょっと待って、おすすめある人教えて。あ、じゃあ違う違う、高橋みなみさんの料理本を買ったよって方いらっしゃるかな。いらっしゃるかな。うん、よくアレンジする。ああ、こんにちは。よくアレンジする。ナポリタンにはピーマン入れてない。おー、あ、ピーマン嫌い？ちょっと待って、ヒデトさん、ピーマン嫌いですか？私、1週間毎日ピーマン食べてたけどな。うん、いやー、ナポリタンにはね、ピーマンいるな。でも、でもそういうことだもんね。でも、それいいと思う。うん、自分の嫌なものは入れなくていいんだよ。うん、何があるかな、他なんか。あ、でもさ、それこそハンバーグとかさ、シチューとかでもそうじゃないですか。なんかシチューだと
じゃがいもいらないよっていう人も多分いると思うの。であとなんかハンバーグとかだとさ、玉ねぎ、人参、玉ねぎ、人参、何が入ってるっけ、分かんない、玉ねぎ、人参、何か入ってるじゃん。人参嫌いだったらね、人参入れなかないかもしんないし。あ、406日ありがとう。そうそう、そういうことだよね、きっと。ピーマンなくても美味しいし、切ったりするの、あーめんどくさい、なるほどなるほど。だるいか、確かに。簡単に作るってなったらね、いろいろ省きたがいいよね。でも料理ってこう、私お料理はあんましないから、あんましないっていうか、たまにしかせんから、本当に。だからまだ全然わかんないけど、でもお料理って多分ね、もう何百種類も作り方多分あると思うし、個人によっていろいろあると思うから、それでいいんだよ。私も料理、めっちゃ料理できるようになりたいな。かっこよくない、私が料理してたら、えいえいえいって料理女子、料理、もうそれすら感じゃう、料理女子になりたいです。私でも基本的にレシピ見ればできる気がする。お料理配信せんよ。お料理配信しません、私。恥ずかしいじゃん、だって。さやちゃんイコールピーマン。本当に？そうなってくれた？本当に嬉しい、でも。でもね、おかげでね、もともとピーマン大好きやったっちけど、おかげでピーマンがもっと大好きになった。ピーマン、ピーマン、でもピーマンでやりたかったお料理もっといっぱいあるんだよね。ピーマンの天ぷらっていうコメントが本当に多くて、ピーマンの天ぷら食べたかった。それで本当にいいのって何？どういうこと？どういうこと？いた。でもさ、ねえ、ピーマンだったからさ、まだよかったくないですか？だってさ、あれが人参だったらさ、ちょっと地獄だったかもしんない。あ、それちゃんイコールピーマンでいいのってこと？え、でも、あ、でもトマトの方が可愛いな。ピーマンの天ぷら、そう、ピーマンの天ぷら食べたかった。コメント欄に多かったんです、あのツイッターの。本当にあのツイッターのに来てたメッセージは、あの60件超えてたんですけど、ありがたいことにマミーに全部、マミーと全部読みました。待って、ピーマンちゃんは嫌だ、ピーマンちゃんは嫌だ。ピーマンちゃん、まあピーマン有名だからね、ピーマンイコールピーマンになって嬉しいけど。ピーマンいっぱいはきついって人多いのかな、だかな。いやでも私人参じゃなくてよかった。私人参嫌いとかないんやけど、なんかね、人参は生じゃ嫌だし、生で食べれないのかな、どうなんだろう。でも野菜スティックあるよね、嫌だし。人参はね、人参はなんか煮物とか、ハンバーグとかに入ってるのは全然気にならないけど、
なんかね、一回ね、あったんだよね、私給食で。すごく根っこみたいな味がして、歯磨きを歯磨きをしてもしても、こうなんか、なんかもう気持ち悪さ、なんて気持ち悪さじゃないな、なんか残ってるみたいな、なんかわかる？なんかあるじゃん、なんか、なんかね、すごく嫌だったの。それで一時期私、人参も嫌だってなった時あって、でも人参って結構子供に嫌われがちだよね。ピーマンとマンゴーってマンゴーでしょ。煮物？あえ物？って。あ、ピーマン？人参？そう。あ、人参、カレーとジュースくらいしか思いつく。逆にジュースなんて思いつかないよ。まあでもジュース入ってるか。野菜生活のオレンジ色とか入ってそうだね。人参か。人参、煮物、煮物。だから全然好きだけど。多分私、野菜スティックの人参とかは多分嫌なんだろうなって思う。そうね。あ、でも私、キャロットシチューとか大好きだから、まあ、人参嫌いとかは全然なくって。なんかさっき給食で一回食べた人参、あ、そういうことね。あの、残ったやつ。煮物かな？煮物だった気がする。給食のやつね。でも、あのさっきの給食の人参の話したけど、キャロットシチューもあの給食で出たやつで、それはもうめちゃめちゃ美味しかった。すごくオレンジ色をした、シチューで、オレンジ色のシチューとか初めてその時見たんやけど、めちゃめちゃ美味しかった。でもそれ以降食べてない。人参ってね、割と積極的には食べんよね。なんかシチューとかカレーに入ってるっけね。シチューカレーとかに入ってたら食べるけどみたいな。あれだよね、確か丸物規定でさ、福くんがさ嫌いだったよね。ともき役の鈴木福くんがともきっていう役してたんやけど、丸物着てで、トモキ嫌いだったよね。人参で、ハンバーグに人参を細かく刻んだら気づかなかったみたいな。懐かしい、それ覚えてるもん私。丸物を着てみたいな、久しぶりに。待って、マイナー、これ嘘でしょ。丸物を着てみてた方わかると思うな。ウサギや馬が何、せーの、人参人食た、人参人食べちょるの信じる。あ、そうね、生の人参ね。生の人参、そういうことか。ウサギや馬が生の人参ね。そうね、確かに。でも生の人参みんな好きですか、逆に。あ、まっちゃん、直樹さん、餃子のポーチさん、やっほー。そうね、生の人参、そうだよね。お馬さんも生の人参食べるのか。お馬さんってさ、葉っぱじゃないの？なんか草みたいな。人参も食べてるっけ？あ、人参食べるね。確かに。ポニー？ポニーだっけ？ポニーとか人参食べてるかも。そうね。人参食べるのか。え、なんか豪華だね。え、豪華じゃない？なんか餌にしては人参。そっか、人参食べてるね。
まあ動物もそうだよね、食べるよね、そりゃ葉っぱだけじゃないよね、草だけじゃないよね。でも人参食べるのなんか豪華だな。そうだよね。前髪今日降りてるね、吸った方がいい。ね、私ね前髪本気でもう切りたいの、切りたいんだけど、どう思う、伸ばした方がいいのかな前髪って、どうしようかな。明日前から行きたかった宮崎牛のランチ予約した。本当に嬉しい、楽しんできて、美味しく食べてきてね。あ、そう、今日空いてる、そうね、いつもより空いてる感じか。ナポリタンさん名前が美味しそう、いいな、食べたい。ナポリタン、そうね、前髪長めだね今、前髪切りたい、前髪切りたい。あとね、私ね染めてみたい。また染めてみたいっていう時期が来た、染めたことないけどそう思う時期が来た。でもな、髪の毛がなこれ以上痛むの嫌だな。やっぱアイロンすると痛むからね、髪染めたらもっと痛みそうって思っちゃう。なんか緊張する、宮崎牛食べるの初めて、宮崎牛食べるの本当にびっくりするぐらい美味しいから楽しんできて。ステーキかな、染めたソラちゃん見てみたい。そうだよね、見たことないもんね、私も見たことない、私も出会ったことない、染まった自分に染まった自分に。ピンク、ピンクか、ピンク、ピンクならインナーに濃ゆいピンクを入れたい。なんかおしゃれな髪型してみたいな、髪型なんていうの、髪色、なんか何色が似合うんだろうね私って。なんか最近オレンジとか流行ってますよね。でもオレンジってオレンジじゃないの、ザオレンジじゃなくて茶色に近いオレンジみたいなとか流行ってるよね。何色がいいんだろうな。フランス料理のコース、あ、フランス料理のコースすごいね。何、フランス料理ってどんな料理、フランスってどういう料理なの。フランスパンしか思いつかないんだけどダメだ。宮崎牛を使ってるってめっちゃ書いてた。おー、いいね、さすがだ。ソテーか、フランス、なんかイタリアだったらなんかパスタとかピザなんだろうなって思うけど、フランス、フランスパン出てくるんじゃない、フランス料理でもオシャンティーな感じなんじゃない、それは想像つくよ。フランス料理初めて、あ、皿におしゃれな絵が描いて、あー、あれフランス料理なんだ、なるほど、そういうこと、あー、あー、わかった、あー、フランス料理なんだあれって。
よしろうさん嬉しい、生誕 T シャツ予約してありがとう、たくさん来てね。うん、あ、そっか、あ、待って待って、フランス料理フレンチって考えればいいのか、そっかそっか、簡単じゃん、そういうことか。あ、じゃあそうね、お肉もそうだし、あ、フランス料理だったらさ、それさ、あれだね、デザートがめちゃめちゃオシャンなんじゃない？フレンチってそうだよね。うん、だね。うん、ドラマと、ドラマで出てくるようなやつってことか。うん、うん、オムレツ、オムレツね、うん、確かにオムレツもか。別荘の近くにイタリアンあるの知らんかったから、そのうち来た。あー、イタリアンいいね。今までで一番の感動を期待して食べに行く、ぜひ、そうして、そうして、一番の感動をね感じてくるしかない、宮崎牛で。うん、いいと思うね、そう、今日暑いよね、めちゃめちゃ。今日っていうかね、もう最近ずっと暑いんだよね。うん、あ、フレンチトーストは、フレンチトーストもフランス料理、違う、それは違う。うん、イタリアンとかね、確かにフレンチあんまいかんね。まあイタリアンはね、なんかピザとかパスタとか食べたら、まあそうなるから行くけど、フランス料理ね、うん、確かに珍しい。そっか、フレンチトーストは柔らかいパン、そっか、フランスパン硬いもんね。いてくれる女の子がいたら行くってそっか、うん、いいね、楽しそう。フレンチトースト、ね、フレンチトーストはさ、じゃあさ、どこの料理なの？フレンチトースト、いた、フレンチトーストはもともとどこの料理？フランスじゃないの？アメリカ？へえ、調べてみたい。ちょっと待って、フレンチトーストでしょ、フレンチトースト、なんて調べればいい、歴史、ニューヨークだってすごい、意外とアメリカなんだ、フランスじゃないんだ。アメリカらしいです、なんかニューヨーク、まあニューヨークっぽいか。うん、レンチトースト美味しいね。だって、うん、ね、フランスっぽいよね、だってさ、フレンチってついてるんだよ、フレンチトースト、ニューヨークらしいです。もうさ、普通にさ、なんかもうフがついちゃったら、もうなんかもう フレンチとかついてたらさ、フランス、あ、
フランスなんだと思わん？今日は日本代表の試合があるからユニフォーム着てるのが嘘でしょ。もうガチ勢じゃん。いいね、なんかそういうの楽しそうだわ。まあフグついてたらちょっと盛りすぎかもしんないけど、まあフレンチついてたらまあさすがにねフランスかなって思うよね。さあフレンチトースト作ったらいいのに。あ、フレンチトーストは作れますよね。いや、オムライスは日本料理だよ。岩倉さんの YouTube 見てたら宮崎グルメ食べに行きたくなったかな。食べに来てよ、食べに来て。チキン南蛮紹介されてたのかな。あー、ユニフォーム着てと、あ、投稿してたんだ。あ、でも結構なんかサッカー少年とか野球少年もそうか。あ、結構なんかスポーツ系のなんかお洋服着てきたりするよね、小学生って。なんかユニフォーム着てきたり、それこそ、男の子だったらユニフォーム、なんか自分が所属してるチームのユニフォームなのか、なんか本物なんかどこかのユニフォームなのかわかんないけど、ユニフォーム着てくる子多かったかも。結構いたかも。前髪自分では切らない。自分で切ったことなくて、ちょっと前にも言ったかもしんないけど、私の前髪ねちょっとオンザじゃないからさ、パッツンじゃないから切りづらくて、で、そう、美容師さんに言ったの、前髪なんかパッツンじゃないから自分で切るの難しい、なんか自分で切れない前髪だから、そういつも来ますって言ったら、もうその通りだよって言われた。分かってるねって言われた。そう、分かってるね空野ちゃんって言われて、そう、いや、やっぱそうなんだなって思って、私の前髪自分で切れない形の前髪なんだよね。私下ろす、なんか切って切った直後は下ろしたいの、そう。でも流すこともしたいから、下ろしながらもこう流すこともできる前髪にしてもらってて、そう。でもまあ切った直後とか流せないんですけど、長さ的にその後こうちゃんとこっちに流れるように切ってもらってるから、こういう風に今綺麗に流してるんです。これも美容師さんのおかげですね。天才です。本当にいつもありがとうございますですね。そう、特徴的なの形が、だからもう行きつけの美容室の美容師さんに任せるしかないですよね。そう、難しいんだよね。なんかずっとパッツンの子とかはもうこうやって自分の好きな長さに切るだけだからいいと思う、こうやってね切るだけだからいいと思うけど、私はいず伸びたら流すことになる前髪なので、そうですね。スヌポンさん、こんにちは。クーさん、こんにちは。ケイチンくんのさん、こんにちは。お、シップンの赤だるまさん、やっほー、こんにちは。そんな技術で出来上がって、そうなの。意外とね、そうなんだよ。意外とみんな同じに見えて、みんな同じじゃないからね。私はもう前髪の、前髪前回切ったのいつだっけねっていうくらい分かんない。
いつですか私みんな知るわけないよね。いつだっけね。いつ切ったかな。いつ切ったっけね。4月5月3月1、2ヶ月前ぐらいかな知らないよ。そうだよね。もう1ヶ月は経ってると思うよ全然。そうだよ。答えられたらめっちゃ空の推しだよ。でも私前髪切ったらいつもメールに書くからな。もう私近いうちに前髪切ろうと思ってるので、まだ全然予約とかしてないけど本当に近いうちに前髪切りたくて。でもね、髪のね毛量へを減らすかも迷ってる。すごく前髪だけにするか。でも、もうここ2回ぐらい前髪だけでいってるから、そろそろ毛量も減らしたいけど。私結構増えるの早いんですよね毛量。中身くん、中田さん、こんにちは。普通にこの話だけでも。そうだよね、だいぶ空の推しですね皆さん。嬉しいですうん、前髪だけで切りに行くなんてすればね、全然そんなことないから。いっぱいいるって、そんな子、そんな子いっぱいいます。そう、前髪だけを切りに行ったりする。全然前髪だけだとすぐ切れちゃうしね。なんかさ、後ろ髪の毛量とか減らしたり切ったりするのってこうシャンプーするじゃないですか。そうね、とか結構時間かかるけど。普通にでもトリートメントとか行きたいね。あれに行きたい、めちゃめちゃサラサラになるやつ行ってみたいんだよね。行ったことなくて。俳優みたいなちょっと長めのおっしゃんの髪型。なるほどね、あるよね。すごいよね、自分でケアしてんのかな。いや、さすがにメイクさんかな。さあ、のおしになりたいのなって市のお仕事お疲れ様。お、トラトーさんもお仕事お疲れ様なんか髪の毛がめったトゥルントゥルンになるやつに行きたいね。めるるさんすごいよね。めるるさんのさ、髪の毛の何のトゥルントゥルンになってるのってすごいすごいよね。美容室に何だっけ、週に2回行くんだっけ。すっごいと思った。なんかね、テレビで前やってて、髪の毛大事にしてるって。すごいなって思った。さすがにメイクさんか。売れっ子俳優になったら週2回行っておいでそう、なんか週に2回ぐらい、なんか週に2回だったかな、なんか忘れたけど、
なんか一回あたりそのなんかめちゃめちゃトゥルントゥルンにするやつがなんかすごい額なの。うん。何万ってすんの。うん。すごいなって思って。なんかね26,000円とかだった気がする。すごーって思って。でも本当にトゥルントゥルンなんです。サラッサラな、サラッサラになってた。うん、髪の毛大事だもんね。いや本当になんか男性でさアイロンするのすごい、アイロン上手なのすごいなって思う。リアルな数字本当にそう覚えてる範囲で言ったからさそんなのだったと思うんだよね。うん、マンゴーと宮崎牛食べれる。そうね、食べれるね、確かに。うん、あー男性でヘアアレンジしてる方はそうなのか、メイクさんか。そりゃそっか、メイクさんか。うん、でも得意な方は自分でするんじゃない？こうやって巻いたりウェーブしたり。うん、パーマね、パーマもいいなって思うけど、パーマはさなんかストレートにしたい気分の人さ、巻きたい気分の日あったりしたら困っちゃうよね。自分でヘアアイロンする男性増えてきてる。そうだよね、うん、そうだよね、すごいよね。なんか女性よりうまかったりしてって思わないね。今何時ですか？それだけ値段かかるんなら生活水準上げる。あーまあ人によって考え方あるからね。会社の先輩がアイロンでおしゃんにしてった。どのくらい時間かかってたんだこの髪って思った。あー2時間くらいかかったんじゃない。ごじろぱありがとう。もうそろそろで終わろうかな。うんそうね、ヘアメイクね、結構男性のヘアメイク流行ってるよね。うん、髪短いと髪傷んでもアイロン、ああそういうこと、アイロン入る。あー確かに確かに確かに、あーアイロンをね、確かに短すぎても難しいよね。だって全部前髪ぐらいの長さみたいな、いやそれは短すぎたか。うん確かに確かに、やけどするね。そうね、うんうん、そうね、噛みつかんでね。そうだよね、うん、やけどしちゃうかも確かに。うん、今日もかわいい、ありがとう。もう終わるとって、そうね、そろそろ終わろうかな。うん、思い切って髪めっちゃ短くしたいけど怖い。あーうーん、もう短くするのはすごい勇気いると思う。うん、特に女の子はねめちゃめちゃ勇気いるよ。うん、でも男性もそうなんだろうな。10分くらいになったら終わるね。パーマかけたらアイロンいらない。そうね、アイロンいらないよ。でもさ、どっちが痛むんだろうね。どっちの方が痛みやすいんだろうね、パーマをかけるのとアイロンするの。うん、もっと見てたいな、嬉しい。短くするの勇気いらん。そう、でもさ
長さにもよるくない？男性の髪の長さにも。男性でもさ、女性はさこう超ロングな人、まあ、私は超ロングではないけどめっちゃ、まあ、ロングじゃん普通に。これをここにするとかね、めっちゃ勇気いるよ。こんななるんだもん。こんな、そうだよ、こんななるの。パーマ痛むのかな、やっぱ痛むよねそりゃ、うん。でも毎日アイロンするって考えたらどうなんだろうね。でも私はもうちょっと伸ばしたいんですよね髪の毛。短くするのもいいなとも思うんだけど、どっちがいいと思う？うん、よし、そろそろ終わろうかな。伸ばす？オッケー、伸ばすね。じゃあやるなら若いうちがいい。切るの？昔のあやねさんめっちゃロングじゃんね。うん、確かに思い切って切ってみたい気もするけど、切ったら切ったでね、長いのがやっぱ良かったってなるよ。パーマ、パーマね、確かに。あ、パーマをねやるなら若いうちが言ってね。なるほどなるほど、確かに。そうよ、女性は大変よ。でも、そうだね。真夏日やねって。そう、めっちゃ暑いよね。暑い、なんかもう焦げちゃいそう本当に。焼けた。でも私こっちが白すぎて、こっち側が白すぎてこうやってめっちゃ焼けてるんだよ。こうしとるとわかる？わかんないよねきっと画面じゃ。よし、じゃあランキングを読みたいと思います。13位はタルさん、ありがとう。12位 TKHKG さん、ありがとう。11位、これはムサシボビーさん、皆さん読み方教えてください、ありがとうございます。10位、フミアットマークラリルレリランチュさん、ありがとう。9位、ゆうだいさん、ありがとう。8位、はやぶさ300ガットマークレミナンバーシジートさん、ありがとう。7位、シノアットマークサラの大好きさん、ありがとう。6位、羽根馬さん、ありがとう。5位、エレメントさん、ありがとう。4位、ゆうアットマークズッキーナイトモレミグミさん、ありがとう。3位、ピンクカミオさん、ありがとう。2位、ヒデトさん、ありがとう。そして1位はギャレスアットマーク7レンジャー、空のふわふわ方言、エクボガカリさん、ありがとう。嬉しい。合ってたかな読み方。合ってましたか？エバッチ恋ぜひ見たいです。はい、皆さん
今日も見てくださってありがとうございました。それではじゃんけんしましょう。せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけんほい。チョキです。今日も見てくださってありがとうございました。はい、それでは皆さん、今日もいい夢見てたくさん寝てください。今日も見てくださってありがとうございました。またね、ありがとう、ありがとう、またね、またね。